新幹線で名古屋駅に到着しました。今回はですね、名古屋から伊勢の方に行くのに初めてビスタカーという車両に乗っていこうと思っています。でちょうどお昼時だったので、まずは名古屋駅で、この辺りのね、味噌カツとかそんな感じのいろいろお弁当と赤服を買って、で結構近鉄と名鉄が分からなくなっちゃって、全然地理感覚がないので、で最初名鉄の方に乗っちゃったら、ここじゃないですって言って、なんかね、あまりいろんなこうお話その時々でする駅員さんが全然こう優しい感じじゃなくて、気持ちちょっと折れたりしたんですけれども、なんとかこのビスタカーの近鉄の時には、切符売り場にいらっしゃる女性のスタッフの方が声をかけてくださって、で先ほど書いたんですけれども、特急のこのシートの席はもうすでに払ってあるんですが、乗車券も子どもも1名分必要ですということも教えていただいて、そして、ここなんです。この2階席のこの下の部分が半個室みたいな感じになってるんですね。でこの全車両の中で4箇所しかこの個室というものがないんですね。せっかく子どもと乗るんだから、なんかこう快適に、かつ普通のシートじゃなくてリラックスしながら、楽しめる雰囲気で伊勢の方まで行きたいなって思ったので、予約をしてみたら、これが大正解でした。今ここにも書いてあるんですが、本当にホームに着くと人の足元が真横なので、目線が足の近くって圧迫感があるのかなって思っていたんですけれども、全然そんなことがなくて、そして走行中はですね、むしろ下から上を見上げる形になるので、空が本当に開けて見えて、とっても快適でした。ちょうどね、火の鳥がこの隣のホームに入ってきたタイミング、私撮っている時にね、あ、火の鳥だと思って、この列車もちょっと乗ってみたいなっていうふうに思っていたんですが、いろいろな兼ね合いで今回はビスタカー、この個室のビスタカーで伊勢まで向かいます。近鉄名古屋から鳥羽駅まで12時10分発で、到着が13時46分ということで、これは3名から5名のグループ用に、出来上がっている座席なんですね。買ってきたお弁当出します。パチ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 。まず天むす、あとこれはなんかお豆腐ハンバーグとか、そして味噌カツ入り幕の内、パチ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 。これ赤です。そして最後にじゃ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 あ私が寝転んでどのぐらいの大きさかっていうのをお見せしようと思ったら、子供がものすごく予想をはるかに超えて爆笑してくれたので、2回やってみましたが、本当に大人1人がもう足を伸ばして寝ることができるぐらい大きいので、本当ゆったりとできるんですよね。今は場所はどこでしょうか。近鉄
口。2つ目の駅到着しています。はい、じゃあカフカ食べましょう。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。どどどど。いいよ。これ広げてごらん。やったー。美味しそう。いいよ。赤福ラバーの私が。ああ行くよ。こうやって走行中、下の階だからって全然圧迫感がなくて、まあ、地面に近いところを走っているなっていう感覚はするんですけれども、でも本当に空が開けて見えて快適です。そしてこの座席、もう少し右の方に寄っていくとこうやって扉が見えるんですね。ですからまあ覗いてみようと思えば、もちろん乗り降りされる方のこう目があったりするんだと思うんですけれども、まあ窓側の方に詰めて乗っていれば全然むしろ人の視線は全く感じないので、そういう点でもパーテーションがなくてどうなんだろうって思ってたんですが、そういう点でも本当に個室感がありました。さあ、そしてこの2階建ての車両の2階の部分がどうなっているかというのをちょっとこの津駅ですね、止まっている間にちらっと見てこようと思って、このような感じです。そしてこれがちょうど私たちがいる部分の真上にあたる座席のところなんですが、鳥羽駅に、はい、そしておよそ1時間半、まあ、堪能しました。本当にリラックスもできましたし、疲れることもなく快適に近鉄名古屋からこの鳥羽駅までやってきました。いいですね、こういうボックスシートみたいなものって、まあ、3名から5名ということなのである程度人数は必要ですけれども、子連れの人たちにとってはとってもおすすめしたいなっていうふうに思う座席でした。そして鳥羽国際ホテルに滞在予定ということなので、これから送迎バスに向かうところです。近鉄でもいろんな種類の特急列車もありますけれども、ビスタカーね、乗るんだったらちょっと前もって個室予約してみてください。